今回はですね、今バンコクにいるんで、恒例のちょっとプロテインとかを買いに行きたいと思います。バンコク面白いところにプロテイン売ってるんで、ちょっと、まあ見物があったら行きましょう。本当ね、ここバンコクの中心なんですよ。まあ、あのビルがもう都会ってか中心部ですね。割とね、高級感のあるコンドミニアムです。僕ね、このバンコクに来る前はマレーシアのケールにいたんですけど、まあ、ケールと比べると道も汚いし、ガタガタだし、あとバイクうるさいんですよね、トゥクトゥクとかも。で、あとその今大気汚染がちょうどなんか問題になってる時で、なんか PM2.5 がすごいらしくて、僕今マスクしてないんですけど、本当はした方がいいらしいです。あんまちょっと僕わかんないです、ちょっと鈍感なんで。ケールで一緒にいた人とそのプロテインを今から買いに行くんですけど、その人が今日誕生日なんです。なんでちょっとプロテイン僕が買ってあげようかなって考えてます。で、僕が今いるのは、歩いてるのはそのスクーミットっていうバンコクの本当都市部の駅から一駅のところにいますね。なんでここから地下鉄で一駅乗って行きます。これがチケットですね。駅に着いたんですよ。で、まあ、ターミナル21っていうでっかいショッピングモールがあるところなんですけど、多分この駅の中にプロテインが多分売ってるっぽいんですよ。なんでそれをちょっと見に行こうかなと思います。合流しました。 What's up guys? 今日誕生日ですよね。おめでとうございます。何歳ですか？22歳です。こっち22歳。これ難しいな、広角じゃないから。見えてる、これ見えてる見えてる。多分駅構内にあるはずなんで。ある？どこ？ありました、プロテイン屋さんが。なんかいっぱいあるんで。狭っ。どれや？あ、あそこにあるやん。74。いくら？サプレートレン。あ、いや、いただこう。OK、OK、OK。4,498円。マレーシアより高い。1万2000超えてるんですよ。そんなもんか。ごめん。ごめん。ありがとうございます。Thank you so much. Thank you. タンプレ。じゃあ、プロンポンや。今、その、プロテイン買ってきて、2つで1万4000円ぐらいなんで、まあ、7000円とかぐらいだったかな。まあ、駅の中にプロテイン売ってて、まあ、すぐ買えるんで、まあ、その点についてありがたいですね。なんで、タイに来て買いたいなって人は、駅に、アソークにあるんで、アソークの駅の中にあるんで買ってもらったらいいかなと思います。じゃあ、ちょっとプロンポンに向かいます。今ね、そのプロンポンにあるエンポリウムっていうデパートに来て、耳栓を買いに来てます。耳栓を、家の前がめちゃくちゃうるさいんで、ちょっと耳栓が欲しいなっていうことで買いに来ました。ちょっと探しましょう、薬局に売ってるかなっていうことで。ありました、耳栓が。今薬局来て耳栓ありました。耳栓
1000円ぐらいでした。まあこの M クォーティー、 M クォーターか知らないですけどとかエンポリウムで来たらな、けど割と本当に日本人が求めるもの何でもあるんで来たらいいかなと思います。では